根のエンジンに火をつけろというわけで、あっつんです。気軽にトレーニングをしたいと思って100均でトレーニングチューブを買ってきたんですが、まあ飽きる。そこでこれを腕とか足とかにうまく巻いて歩くだけでトレーニングになるようにしてみたいと思います。はい、5本買ってきてるんでね、これをうまく腕とか足に巻いてみましょう。じゃあこれでしっかりと歩いてみましょう。めり込んで痛い。あっ、トレーニングってのは厳しいもんです。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow。